パセリをパラッと。どうも、料理丸さん、リュウです。ということで、今回はですね、コラボ動画でございます。見ればわかりますね。味もそのとのコラボでございます。言われなくてもいつもコラボしてるんですけど。リュウジがよく使う調味料といえば何っていう質問があったときに、多分9割の人が味もそっていうふうに言うと思うんですけども、準レギュラーです。ということですね、今回は結構挑戦的なメニューです。至高のガーリックトースト。ガーリックトーストってまあ大体皆さんお家で作るというよりはお店で食べるようなレシピものだと思うんですけど、実はねこのガーリックバターね作っておくといつでも最高に美味しいガーリックトーストが食べられる。めちゃくちゃうまいです。なんでかっていうと味の素ってバターとの相性がめちゃくちゃいいんですよ。今まで食べた中で一番美味しいガーリックトーストって言わせても、見せますので、これからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料ですけども、まずガーリックトーストになりますので、ニンニクね、これね分けてあるんですけども 20g ずつだから合計 40g ね、このニンニクの香りのダブル使いをしていきますので、これを2つ用意してます。バターが、50g、まあ、パンなんですけども、まあ、一応2つ用意しました。このバゲットね、バゲット。でもバゲットってなんかスーパーに売ってないことも多いんで、今回ね食パンでも美味しいよって言うんで、もう食パンも用意しました。どっち使っていただいても構いません。このガーリックトーストは、ガーリックバターが主役なんで、どんなパンでもめちゃくちゃうまくなります。クロワッサンとかでもうまいです。はい、なんでですね、お好きなパンを用意してください。ということで、今回は至高のガーリックトースト、こちらの材料で筆でいらないと思います。至高のガーリックトーストを、作る上で何が重要か、味元っていうのは手軽にね、旨味を受けられる調味料というふうにいつも僕は言ってるんですけども、まずは僕に旨味をつけていくと味が出てくるんですよ。やっぱり僕を生かすために僕なりの、調味料を用意しましたので、今日のワイン占い、今日のワイン占いはこの、ワインがですねどれだけ、入ったかって僕の運勢を占うっていう、占いでございます。こぼれたら大吉です。それ以外は大凶です。ということで、ワインを注いでいきます。あーでもいやこういやもうあーもうあれかあーもうああーこれはこれはどうだろうか、これあーもう終わらない終わらない。皆さん大吉でございます。こんな並々のワインが飲める僕は、大吉、そして見ている方々ももちろん大吉、ということで、僕にうまみをつけていきます。じゃあやっていきたいと思います。こぼれたワインもこれ入れてますからね。はい、まずね、ニンニク切ってね、はい、これちょっと潰して、でそうすると皮がスルッと剥けますんで、おけつを切って、でもし包丁で、潰すのが怖いっていう方は、味の素でも潰れます。はい、はい、これね、はい、身近なものでやってください。はい、でこれ切って潰して、はい、で潰してください。そして今回はニンニクのダブル使い、なんでここは、スライス、で粒子が、ね、大きめですね、これね。はい、でスライスしました。はい、次もう半分のニンニクです。ガーリックトーストだからニンニクはね大量に使いますよ。はい、それこそ一玉分ぐらいは、使っちゃうと思います。はい、でこっちは、みじん切りなんですね。はい、でそしたら味の素大活躍。はい、これ潰れたら皮が、かなり剥けやすくなりますんで、で刻んでいきます。で、こんな感じでね、細かくね、これはこっちはねできるだけ細かくした方がいいです。はい、ね、ちょっと面倒くさいかも、面倒くさいと思われるかもしれないですけども、世界で一番美味しいガーリックトーストを作るためにはこのダブル使いが非常に重要です。これぐらい、細かくしていただければ大丈夫でございます。あとはねちょっとバゲットも切っとこうか、まあ、1センチぐらいの、
センチ、1.5 ぐらいかな。これぐらいの感じでバゲット切っていきます。はい、こんな感じですね。はい。そうしましたら、今度はガーリックバターを、作って。ガーリックトーストってなんか生ニンニク、おろしニンニクとバター混ぜてそのまま塗って焼くとかって多いと思うんですけども、この方法が、一番香ばしくて美味しくなります。はい。で、まず、フライパン用意します。で、ここに、まずね、オリーブ、だからガーリックバターオリーブオイルを入れるんですよ。で、小さじ4杯。ね、だから、まあ、20cc ですね。20cc のオリーブオイル。で、まずオリーブオイル。ここでスライスニンニク。まずここでスライスニンニク。スライスニンニクを炒めて、でニンニクっていうのは生でやるのと炒めて、やるのと香りが全然違うんですね。はい、なんで、今回は、このスライスはいった香りを出させていく。おろしたニンニクを混ぜてガーリックトーストってやるのも非常に簡単なんですけども、今回は、みじん切りのね、ニンニクを使っていきます。はい、で、火にかけてちょっとねこんがり色づかせます。はい、まあ、柴犬色にするってね、僕言ってるんですけども、ガーリックを柴犬色にする。これ大事。これぐらい色づきましたら、もうね、取り出しちゃうんですよ。ガーリック。取り出していきます。ガーリック取り出しました。で、ここにですね、調味料を入れていきます。生のみじん切り。火を通したニンニクと火を通さないニンニク、このダブル使いが非常に美味しい。ここにバルグルーです。はい。また 50g ね。できればこれ、常温にしといた方が練りやすい、です、なんですけども、まあ、そんなめんどくさいことやらないとは思うんで、でここに、ね、オイル、ね、オイルめちゃくちゃ熱いんでこれでバター溶けます。はい、全部入れちゃってください。これから練っていくんですよ。ここにですね、塩が小さじ4分の1です。4分の1塩。はい、そしてここにバターと味の素の相性半端ないんですよ。今回ガーリックトーストしてますけども、普通のトーストにバター塗って焼くじゃないですか。その時に味の素、何振りかして、でちょっとだけお塩、有塩バターであればお塩もいらないかもしれないですけど、うまみが出るんですよね。ガーリックトースト、めっちゃめんどくさいなと思ったら、バター塗って味の素かけて焼いただけのパン一回食ってみてください。やばいっす。この量だと大体4振り、1、2、3、4。はい、そうすると、ね、最高にうまい、ガーリックトーストになりますからね。うまみがこれ大事なんですよ。はい、でこれを混ぜて、はい、オイルの熱でね、結構ねこのバターが溶けてくるんですよ。はい、でお塩も入ってますんで、でこのうまみたっぷりなね、ガーリックバターちゃんと、溶かして、柔らかくしてね。で、このガーリックバター、このガーリックバターを塗っていくんですよ。で、これを塗っていきます。こんな感じね。はい。たっぷり塗っちゃっていいですからね、これね。はい、これを乗せて。もうね、この時点で香りがやばいですよ。はい。で、食パンにもこう塗っていくんだけど、これ全部いっちゃうか。全部いっちゃうか。めちゃくちゃ塗っちゃいましたね。はい、そしてトースターで、焼きます。そしたら、これをねトースト、まあトーストはまあお好みなんですけども、大体まあここ250度で6分ぐらいですかね。さっきなみなみ入れたワインを全く飲んでなかったんです。すいません、ちょっと力説しすぎました。ということで、ワインを飲みながら、トーストが焼けるまで、休憩します。はい、それではですね、焼けました。ちょっと中見てみましょう。はい、こんな感じで最高の焼き加減になってますね、これね。はい、でこいつをね、うまいぞこれは。一番美味しいガーリックトーストをお約束できる味になってると思います。うわ、いや香りやばい、香りがやばい。でここにパラッと振りまして、
あんまり長くないですよ、はい、ガーリックトーストっぽくなる。はい、こちらで味の素の旨味を生かしたチコのガーリックトーストの完成でございます。それではいきましょう、食べていきましょう。いただきます。バゲットの方からいこうかな。これだけしか出さない店があってもインクレベルですね。めちゃくちゃうまっ、うまっ、これはうまい。全国のあのワインバルが真似してほしい。 50g に対して4振りの味の素がめちゃくちゃいい仕事してくれるんですよ。バターと味の素のうまみ、パン自体のうまみも引き上げてくれるんですね。食パンのうまいわ、めちゃくちゃ。ローストされたガーリックの香りとトースターで焼かれたニンニク、この香りのデュエットがね、最高に美味しいですね。ワインが進みすぎる。俺はちょっとみんなに食べていただきましょう。全集合で休館日。めちゃくちゃうまい。こんぐらいニンニク効いてるのいいっすね。ガーリックトーストだからガーリックガツンと効かせないと。うまい、うまいでしょ。うまい。食パンうまっ。めっちゃうまいだろ。めっちゃうまい、めっちゃうまいだろ。食パンでやった方がいいかもしれない。うまいね。ふわっとした食感めちゃくちゃいいなこれ。でもガーリックトーストだからバズんないかもしれない。こんなにうまいよね。このガーリックトースト最高に俺が自信のあるレシピなんで、皆さんやってほしいですね。今日もいい仕事したね。このガーリックトーストね、ぜひ皆さんやってみてください。